はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております、三次でございますけれども、ここは神奈川県横須賀港に来ております。今ちょうど泊まっているのがこのクソデカ船が泊まっておりますが、フェリーですね。これが先日デビューしました東京九州フェリー浜遊号という船になっています。今回なんですが、タイトルにもあるようにですね、これから船で日本一周をしていきたいというふうに思っています。このチャンネルでは主に鉄道を取り上げていてですね、鉄道を用いた日本一周旅行っていうのはこれまで2回やっておりまして、それは全て動画欄から見れるわけですが、なかなか船で日本一周って聞かないじゃないですか。世界一周とかはあってもね、今回はたくさんのフェリーをこう乗り継いでですね、約1週間から10日ほどかけまして、豪華客船フェリーを用いて日本一周していきたいと思います。で、最初スタート地点がね、この神奈川県横須賀から最初に向かうのは九州です。新門司福岡県まで、うわめちゃピッカピカやだこれ、すげえ、なんだこれ、中これすごいイオンみたいですね。イオンモールです、これ完全に。クルージングリゾートとかで、確かにこれリゾートだわ。もう街がそこに存在してるようなものです。わあ、これが、その、駅舎じゃないな。すいません、ちょっと鉄オタ出てますけれども。船乗り場、受付です。東京、九州フェリーと非常に新しいこの打ちっぱなしのコンクリートの壁。ここからね、最初チェックインを済ませます。僕実は、この鉄道チャンネルの他に、旅行チャンネルっていうのを持っていてですね、西園寺トラベルというチャンネルなんですが、2話以降はですね、この西園寺トラベルの方で日本一周旅行記の連載を続けていきますんで、よろしくお願いしますという感じなんです。船にもう3人とか4人で使える個室っていうのがあるんですね。だから本当にホテルの一室みたいな感じで移動することができるわけですが、ステートというお部屋をね、キャンセル待ちで運よく取ることができましたんで、今回はこれで移動していきます。そこに分かりやすい地図があったんですけどね、これが航路で、今回ね、どういう風に日本一周するかと言いますと、まずこの東京の横須賀、ここから今日の船がこれです。新門司までバッと、これ太平洋側をぐーっとこう行きます。で、こう九州をこう行くっていうのがちょっとなくてですね、この先どう移動していくかと言いますと、こうぐーっとこう、だから瀬戸内海が通らないんですね。ずっと太平洋を通っていって、ここから今度次こっちにこう行きます、大阪まで。そしてここから舞鶴まで移動しまして、舞鶴からぐわーっと日本海側、小樽から苫小牧まで移動して、ここはね、夏かちょっと書いてないんですけど、ずーっとこっち側また東京まで戻る船があるので、これで大きく日本一周をすると、そういうことになっています。行き先には23時45分、結構ね遅い時間に出る新門司駅。これでね、新しさが伝わると思うんですが、このようにめっちゃ新しいのがほんまに、そうそう、僕もねつい先日出港みたいなの見たばっかりです。さあデパーチャーラウンジ、出港ラウンジに行きます。大阪じゃなかった、エスカレーター左、これピッカピカやでこれすごい、もともとじゃあさ、これができるまではさ、東京から九州に至る航路っていうのがあったんですよ。あったんです。はい、この横須賀から東京九州フェリーのっていうのが初めてで、かなり綺麗です。なかなか力を入れてるようで、シアタールーム等もね、船の中にあるとのことです。だから本当に最新のフェリーっていうのに、今回日本一周旅行で1回目に乗っていくことになります。見てよこれ、なんだこれ、もう見えないからね、船って言われてもちょっとわからない。壁があまりにもでかい。壁山？壁山くんです。よろしくお願いします。お願いします。どんな登場の仕方ですか？これが海の上を動くっていうのがすごいですよね。すごいよね。さあさあ、手続きが終わりまして、出港って書いてあるこの上の方からね、入り口もやっぱ高いな、船は。さあ、ゲートをくぐりまして、検察を終えましてですね。改めてこれが東京九州フェリー横須賀から新門司。すごいじゃないですか、2011年7月。1日就航の船です。もうピッカピカ、中もね本当に楽しみ。もうずっとさっきから新車の匂いしかしない。連絡機を通って入っていきます。今回はステート和洋室というところですからね。さあ入りました。防犯カメラある、下手なことできないですね。客室にまず行きましょうか。じゃあ今回はね502、あとでね、どんな部屋があるのかっていうのもね全部見ていこうと思いますんで、まずは自分の部屋に行くんですが、なんやこれいやー、じゃあ楽しみだな。日本一周、これから船三昧、もう一日のほとんどを海の上で過ごすことになりますから、もうなんか普通にホテルなんやけどこのカーペットがふかふかです。カラオケ、カラオケあるじゃん。どういうこと、気づきません。ちょっと待って、あれやっぱイオンやったすげえ、確かにこれさ、アルプラザのさ、なんかここに仮面ライダーとか来るやん、いつも。わかる、ショーやってるやろ。そこやんこれ、ほら。アルプラザ思い出すわ、これ。すげえ。おー、この、なんか、憩いの場みたいな。これ5階かな。
僕たちが泊まる部屋は、ここまで見えたんです。こっちだね。これが僕たちの、ね、ステートは洋室ということです。行きましょう。じゃあ、いいですか。はい。行きます。おお、すげえすげえすげえ。いやね、そういう感じ。これなくさへんな。逆にチケットなくしたらやばい。すげえ。やば。門司港まで行く東京九州フェリーのステート和洋室。ちょっと入っていきましょうか。これすげえな。一人がだから布団で寝るってことや。すげえ広くね結構。あ、コンセントもうバチバチにコンセントあるわ。これはもう言われな、わからんでな。いや絶対わかんない。景色は？景色見ましょう。ただこれね景色を見ていただくと。おおすごい、すげえ、かっけえ。確かにこれ5階って言ってえっと思ったんですけど、確かにこの高さは5階やわ。むしろこれ普通のマンションなら5階以上じゃないかな。かなり高いです。 10m は絶対に地上から離れてる。テレビも置いてあって、何やこれ、 Tセットがあるぞ。船の中に T セットが、冷蔵庫もある。おおキンキンに冷えとる。まず最初はこのステート和洋室っていうのに乗るんですが、まあ、これからたくさんフェリー乗っていく中でですね、様々な席種があります。だからいろんなところにね乗っていきたいなと思ってまして、スイートなるものもありましてね、それもちょっと予約しておりますんで、いろんな船のこういろんな設備っていうのをね、この一連の動画で楽しんでいただければなというふうに思っております。そろそろ出発ということで23時45分出航ということになっています。入ってから何分後に動くのかな。どん中にこれがさ動くってちょっと想像できなくない。ただのビジネスホテルなんだけど、すごい。おあとね、まだ20分ぐらい出航までは時間があります。そして、分かれてる。えぐい。入って。いいですか。これさ、多分ね、今日本国内で走ってる、泊まれるフェリーでは多分最新のものなんじゃないかなと思うんですけど、うん、これが洗面台。やっぱこれ4つあるから4人で泊まれるんですね。そう。お湯まで入れるの。毒水で持ってきてるんやろ、これ。浄化してんのかな、海水を。舐めてみる。いや、これは匂い的に買いすぎよね。ウォシュレットはついてないんや。でもああ、リラックス。ただね、これちょっと皆さん便座あったかいですよ、これ。ついてるついてる、ウォシュレットついてるよ。ほんまや、船の上でウォシュレットでいます。やば。下痢の時も安心。水を流す、ちょっと一回やってみましょうか。これ、なんか、これどういう流し方するの。水洗トイレ。おお。新幹線みたい。怖いよ。そう。新幹線流れ方怖い。ちなみにこの船には大浴場がついてるんで。そうなの。そう。あ、こんな感じシャワーすごい。いらんやん、だって大浴場あるんやから。シャワーがついています。だからもうここでパッと済ますことっていうのも可能。まあ、確かに大浴場に行くのに時間がかかるくらいこの船が広いですから、ね。シャンプーセットされてるな、そこに。お前お前お前。よく見るやつ顔のこれ。これ全部全部が新しいな、ほんまに。お。なんか下にこれさ、救命用意が確か入ってるんじゃない。ここ入ってて、あ、ほんとや。これを見てやっと、あ、船なんだって分かりますよね。こういう風に、まあ、船ならではの設備っていうのがあります。この料金で見ていきますと、まあ、僕たちは普通に旅客としてですね、単体で、人間単体で乗ってるんですけど、まあ、車とか原動機付き自転車とか、バイクとかで一緒に乗るとまたお金もね、かかってくるということです。ランクは順番に下からツーリスト A、S で、ステートが今回乗ってるやつで、デラックスっていうのがあります。これがこの部屋よりもさらに上のランクのものになっています。で、パッとこれパンフレットを見てみるとですね、エントランス、これがさっきのね、このアルプラザコーナーで吹き抜けになっています。で、他にもこうやって食事、明日ね、これ新門司の到着はなんと翌日の21時ということで、もう約1日まるまるこの船の中で海の上を走っていくということになります。で、これがすごくて、フェリー初のプラネタリウムっていうのがあるらしい。それからなんといっても、これもおそらく中にカメラを持ち込むことはできないと思われますが、癒しの露天風呂。こんな感じでスケジュールが書いてあるな。すごいよね。だって東京から福岡やから、もうすごい。東京、静岡、和歌山、高知、愛媛、だから四国のこの南側を撮っていくんですよね。だから多分電波もちょっと悪くなるんじゃないかなと思うんですが、ただ Wi-Fi も使えるとのことで、これもなかなかすごいポイントです。さすが最新の船だなという感じ。航海距離は980キロになっています。ただまあ日本一周をする上でね、これも初手ですから、まだまだです。全然初めの第一歩に過ぎません。これはすごい。なんじゃこれは。名探偵コナンがね、やってましたねこれ。やってこれ、あのボール蹴ってね。犯人。ほんまや。どんだけ広いねんこれ。
テニスできる、テニスが、テニスできるぞこれ。まあ、今どういうところにいるかというと、ここです。後ろの部分かな、煙がもう出てるな。出発準備完了という感じで、これが連絡通路になります。で、外がずっとこうデッキで出るようになってるんですね。おー、僕たちが通ってきたタラップっていうのかな、連絡橋が分断されまして回収されていきます。ということは、これはもう出航の準備が整っている、その時が近づいているということの表れなんだと思うんですが、すごい。おお、そして動いてる、わかるかなこれ。でかすぎて動いてるか、どっちが動いてるかわからない。こっちが縮んでんのか、こっちが動いてんのか。動いています。時刻にして23時45分です。時刻もうね、日付が変わろうかというその時間に神奈川県の横須賀港を出発。しっかりとこれ確かに海に浮かんでいるんですね。これゆっくりと離れていきます。おー、これすげー。でもこれ結構なスピードじゃないですか。これこんな感じでここに止まってたんですね。なんかガードみたいなのがあるわ。バイバイしてくれてる。おー、僕たちがね、日本一周することを知っていただいているんでしょうか。バイバイ。バイバイしてる。おー、コミュニケーション意思が通じています。これすごい、何も成し遂げてないのになんか嬉しい気分になります。あとはテープが、あれ東京タワーじゃない。お前ほら東京タワーや。すげえ、わかる。これ見て見て、この画像見て、すごい。僕にはこれ東京タワー見えるわ。あれ、いいよ。あれが東京都心ということです。こっからずっと西にこう来てですね、横浜、そしてこっちからキュッと南の方に来まして横須賀があります。これスカイツリー、スカイツリー、ほらスカイツリーが見えるよ。わかりますかね皆さん、ほら2個のこうなんか光のリングが回ってる回ってる。これがねスカイツリーです。これが浅草とか押上とかそこら辺で、東京タワーがこれ。いやー、これすごいわ。スカイツリーはすごいわ。高さ634メートル、そして東京タワーが333メートルです。東京を代表する、いや日本を代表するシンボル的なタワーをね2つ見ながら盛大なお見送りをしていただきまして、これから日本一周旅の始まりです。でこちらがね、そう、みなとみらいの景色です。ランドマークタワーっていうのが200メートル超えてるんですよね、高さが。わあ、やっぱここら辺はでも高い建物が多くて、来たらわかる、遠くから見たらすごいよくわかるな。ここ来たら横浜感すごい。この青いのが観覧車です。面白い。だから空から見るっていうのもいいんですが、こうやって海からでもこのように東京、浅草、そして横浜、この景色を一望しながら旅に出るっていうことができるんですね。これは船でしかね味わえない特権です。無事出港しましてですね、改めて船内を見ていきたいと思います。まずこの浜遊号なんですけれども、何階建てなのこれ。乗客が入れるのは4、5、6の3階なのかな、になると思われます。で、この中にですね、すごいよ、大浴場、露天風呂、サウナ、シャワー、スクリーンルーム、フォワードサロン、アミューズメント、この20数時間の滞在中にですね、行けるだけ行ってみようと思うんですが、まあ、ここがそのロビーというか4階やな、になります。でこれで4、5、6階がこのように吹き抜けでイオンみたいになっていると。まあ、ここが本当にもう憩いの場ですよね。大憩いの場みたいな感じ。あ、でも実際にこれはなんかショーができるな。これこんな感じで椅子があって、あー、テレビが普通にテレビ流れてるわ。でエレベーターがね、こんな感じでむき出しの状態で、これもいやアルプラザみたいだな。まあ、緑のこんな感じの装飾もねアルプラザにあったよなって、すいませんしつこくて。関西の方ならね、すんごい勢いでうなずいていただけてると思うんですが、ただこれはバリアフリーといいますかね、車椅子の方でも安心です。こちらにはね、このようにショップもある。すごいコンビニみたいなもんですね。食べ物、飲み物、それから九州と東京のお土産もありました。フライングで九州のお土産も買えます。それからですね、こっちには自販機というのもあります。多分ショップも閉まる時には閉まると思うんですが、こっちはね24時間やってるはず。カップヌードルの、ああ浮いとるわこれ。これあの大阪にあるドンキホーテの観覧車みたいになっておりますけれども、250円、給湯器ももちろんついております。こちらね、
98度で熱々、それから自販機も綺麗だな、3つもあります。お酒も売っていますね、こんな感じで。あ、僕20歳なんですけど飲めないんですよね、お酒が。これ見てもおっとはならないんですが、お酒も買うことができます。それでは今回ですね、ステートに僕泊まっているって言ったんですが、先ほど言ったようにツーリスト A、S というのがあるので、これがどんな感じになっているのかを見ていきたいと思います。客室ですね、最初ここね、大まかな区切りに分かれてるんだ。こっから入ってベッドが簡易的なものがあるっていう形だと思います。だイメージはカプセルホテルみたいな感じで、そこにさらにドアが追加されているようなイメージだと思います。まあ、だからそうするとある程度のプライバシーっていうのがあるってことですよね。すごい。あ、でこっちがツーリスト A。 あ、なるほど。今のはツーリスト A ですね。つまりツーリスト A の方が開放的なね、仕様になってるということです。ここに分かりやすいのがあるわ。こんな感じで、おお、6階大浴場、露天風呂、サウナ。これはね、すごいのは、もう乗船した時からずっと空いてるんですよね。だから勢いよくバシャーンと使うということも可能で、シャワールームがこれ別にあるんだな。まあだから全部個室になってるわけじゃないから、それ以外の人はシャワーだけという人も使えるようにということですね。で、スポーツルーム、これ気になるな、ジムみたいな感じかな、があって、レストラン、これもちょっと後で行こうと思います。夜食がね、午前1時ぐらいまでやってるらしいんですよね。で、案内所ショップっていうのはさっき見たやつ、アミューズメントボックスがカラオケですね。あ、これエレベーターの、エレベーターね、6階、お部屋は5階でご乗車。おー、すごい。お6階まで来てないからね、どんな感じになってるのか。すごい、おーおーおー、青信号、青信号。あ、これスポーツルームや、すごい。これがそのスポーツルーム、まあ、だから海にいながらですね、もう体まで鍛えられるという、ね、すごい。あ、いいな、これデッキになってるのか、これで。この6階には大浴場とかもね、ありまして、で、客室もね、あります。おこんな感じで、ゆっすげえ。ホテルにしか見えんも、どう考えても旅館や。これがその大浴場。あ、映画館か、これスクリーンルーム、わけわからん、映画館やったり。あ、明日映画館やん、これ。おー、シングル、そしてプラネタリウム、あるっぽいな、これあるのか、なんかないと思ってましたけど、あるっぽいですね。あー、なるほど、あるというところになっております。で、こちらがですね、ステートルームが、まあ僕たちのデラックスルームっていうのが、これ1部屋だけなの、これ。え、2は何で、あ、こっちは2ですね。まあ、ただここはちょっとね、まあ、ここにも書いてある通りですね、ご利用のお客様以外の出入りはご遠慮ということなので、まあ、もし中で知りたい方はホームページを調べていただくと見れると思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じで客室はね、分かれております。じゃ、何してんの、それ、何持ってんの、それ。9階に行ったんですでかすぎこれ、いや、さすがに1枚ではないけど、何すげえ、見て、でかすぎるよ、何かって言ってんの9階よ、カレーかつ打てた、お兄さんやばすぎるやろ、これ俺たちのオアシスみたいな。あ、でもなんかちょっと揺れてね、やっぱな、傾いてるな。で、どう、え、ちょっと、え、ベッド行くんですか、僕。え、僕、ここ、ここですか、ここ、僕2つ使っていいよ、2つ使っていい。し、もう僕、ダブルベッドですよ、じゃあただ、4人で寝るときはここでも寝るんですよ。で、ソファーにもなるっていうのがいいですね、これ。いや、良くないですね、すいません、僕、ベッドがいいんですけど。じゃんけんします、よし、じゃんけん、はい、はい、ここでしょ、おぉ、はい、クッション、よっしゃさすがにこれはベッドがいいよね。マジ、初めて負けたかもしれない。やったー、よし、ベッド獲得で、ね、これ秘密兵器持ってきまして、ここにこのスリッパあるんですけど、おそらくこれはね、部屋の中かなと思うんですよ。だから、じゃじゃーん、ほら、他のホテルから持ってきたふっかふかのフリッパー、スリッパ、これをね、船内用の外靴にするわけです。わかりますかね、こうすることによって、もう二十何時間まで靴を履くことはありません、僕は。これ便利なので、おすすめ。そしてですね、これ午前1時まではお夜食もやってるんですよ。これレストランです。そう、紹介するの忘れてた。で、えぐいな、ちょっと待って、メニュー豊富すぎんか、これ。
でね、これ何がすごいって見て、これ意味わからんこと書いてあるの、これ会場ならではの洋上のバーベキューっていう、バーベキューって森でするもんじゃないのバーベキューできない、これ絶対やろうと思う、完全予約制なんで絶対人気ですよこれ。あとはこんな感じでたくさんメニューが並んでて、夜食っていうのが今あってですね、午前1時まで食べられるみたいなんで、うん、行きましょう、行こう皆さんが思っていることを言います、ガストですタッチパネルがあるよ、タッチパネル、もう最新の夜食、そう、これがね、なんか夜食、うわうまそう、うまそうすぎるやろこれ、なんだこれ、お酒のおつまみなんていうの、当てみたいな、うん、おーおーおお、交換まで、東京九州フェリーオリジナルビール、やば、ドリンク、ドリンクバーがありましたよ、そう、あ、ドリンクバーがあった、300円って酒は多分やってない、これ飲み、やってるんだ、だからもうここあれなんじゃない、船の上という違い方形、ね、違い方形ですねがっつりやる、がっつり日本酒とか、あ、これうまそうやな、 お刺身いく、いや俺唐揚げかな、唐揚げ中津から中津よ、すげえ多分ご当地のものだよなこれ、うん、これはやばいこちら奮発して、せっかくなんでねまさに今もこの真下にいるからね真下にいるその新鮮なお刺身たちですね、あ、何かタコ、ハマチとかタイとかちょっとわかんない、ブリとかイワシ、マグロ、なそば辺とか、あ、サバ、そうですね、ごめんなさい、全然わからん、で、これが中津の唐揚げ、揚げたてよ、これ、熱々や、いただきましょう、乾杯、顔が貴重やモザイクでお願いします、どうですか、うまい、うまい、いや、それもうまい匂いしてくる、揚げたて、わさびがね、これ九州、醤油の、ね、種類まで選べたんですよね、選べたね、九州の甘口醤油になっております、いただきます、プリプリ、甘いな、醤油が、ああ、うん、ま、九州の醤油、これも九州の唐揚げってことでね、そうですね、美味しい、完食でございます、今時刻何時、3時5分、0時35分、あとね、25分で大浴場が閉まるので、ちょっとね、ここタイムアタックですね、ただ僕思うのは22時半から乗船できるじゃないですか、もうできる瞬間にもうお風呂入って多分ね、そしたらもうだいぶ出航までにもう多分もうお風呂上がりでプカーってできるんですよ、それがなんか上級者は多分そうしてるんじゃないかなと僕たちはおすげーとか言ってたらこんな時間になっちゃったけど、でも1時消灯なんで、まあ楽しんでいるとね、このようにちょっとあっという間に過ぎてしまいます、彼は今洗濯をね、ランドリーだったんでしてきたということです、大変なことになりました、締め出されたそうです、今すごい面白いことに気づいたんですけど、これね、わかりますか、なんか船要素が全然なかったと思うんですけど、こういうところを見るとこんな感じで椅子が固定されています、鎖でつながれていて、で傾いたりした時にカッといかないようになってるんだな、こういうところで、ああ僕たちは今船にいるんだっていう風にね実感しますね、これはすげえ、これもう無人の生産機、どうすんのこれ、あ、俺やりたかった、これ一回一点では、こちらのお風呂に行きましょう、どんな中にね、これ中にねカメラ持ってきたけど、ちょさすがに無理なんでね、それはできませんが楽しんでいきたいと思います、最高や、はい、ということで上がってまいりましたが、皆さんお気づきでしょうか、消灯なされています、時刻はねちょうど1時を回りました、午前1時、いや最高の風呂やったな、マジで露天風呂があってですね、海が見える、まあ何も見えないんですけどね、もう真っ暗なんですよ、ただ僕の方に市街が見えまして、どっちに進んでるのかすら分かんなかったですね、それぐらい結構もう離れてきてるのかな、でも街が見えないというほどではないです、よかったな、最高やったな、まず、でもね彼寄ってます、はい、ちょっともしかしたら苦手な人はでもねすぐ慣れると思うんだよね、僕も前こういう客船に乗った時に1時間ほど寄ったんですけど、もう慣れたっていうことがありまして、ただこれ面白いのは、今回って太平洋を通っていくじゃないですか、で日本海の方が多分ね海が荒れてるの、多分だからその違いっていうのも今回この日本一周で感じていけたらいいなというふうに思っております、うん、ということで客室に戻りましょう、
今どこを走ってるのかっていうところで、こう地図を見るとなんと電波も若干ではあるんですが、届くとこんな感じ2とか1とかをさまよってるんですけどこれ絶対嘘つけお前こんなとこ走ってねえわ、藤沢にいるぞ今。大体でもここら辺なんでしょうね。こっからこう出発してぐるーっとこう回ってですね、ここら辺にいるのかな。今確認したらですね、午前2時、まだあと30分以上後にこの伊豆大島付近を通過するようです。だからここら辺なんですよね。まだ神奈川県を走っています。そう考えるとまあ22時間って確かに納得ですよね。最後夜どうなってるんだっていうことで外出ようと思ったんですが、残念、校庭のため閉鎖だって。これ仕方ないな、この通り今この見えてる画面の左側に本州本土が見えると、そして右側、そろそろあと30分ぐらいしたら大島、伊豆大島と本州のこの間をすり抜けていくということになります。ただこの調子だとちょっと見えないかな、光的にね。こんな感じでもうこの右側というのは見えません。ただ左側はさっきも見た通りポツポツと光はまだ見えます。望みはなくても光がありますと、そういうことですね。ゼロ点だね、ゼロ系だけに。ということでそろそろ寝ます。いやー楽しみだな、明日 朝ねどうなってるのかということで、皆さんおやすみなさい。はい、ということでおはようございます。おはようございます。時刻9時16分ということで起床でございますけれども、どうやった寝れた？うん、俺な3回ぐらい起きた。なんなんやろ、昨日の夜すごかったよ、揺れが。そう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 、あのね、やっぱ寝転んだ方がより揺れが伝わるんですよ、うん、でこれねサンライズとかとちょっとまた別の質の揺れで、夜行バスとかともね、ガタ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 っていう揺れじゃないよな、大きくうわーぐわーってこういうなんて言うんだろう、気づいたら揺れてるっていうのかな、ちょっと質の違う揺れでして、僕あんま慣れてないっていうのもあってね、全然寄ってはないんですけど何回か起きましたね。どうやった神山くん？俺はもう1回も起きて、あ爆睡、まあ、人によるかな。そしてこれがその景色です。今これ工程表を見てみると9時21分、潮の岬もう和歌山まで来てるよ。すごくない？関西ですよ、潮の岬の近くを通るとのことです。これ電波もね通じるんで、そうだこれで見ればいいんだな。地図を見るとじゃじゃーん、おおお、本当に新宮のとこ通ってるわ。これが紀伊半島の南新宮、そしてここが本州最南端の駅になります串本です。もうちょっとで串本ぐるーっとこう回ってるんですね、潮の岬。1時間面白い西園寺君の動画もねしっかりと見ることができます。おもれーな、冬の中で動画見るとは思わんかった。ただいまの天候は晴れ、気温27度。27度、暑いな。西南西の風、西南西7メートル、7メートル、波の高さ 1.5 メートルとなっております。この後15時頃四国足摺岬沖の足摺ね、17時50分頃、皆さんも特急足摺をご存知だと思います。通過し瀬戸内海に入ります。よいしょ、瀬戸内海に入る、まあ、だから四国を通った後ってことですね。帝国の旗人丸々、おお、どういうこと？午後9時ちょうどに新門司港入港予定。なんでこういう言い方してないの？この後も船内ごゆっくりとお過ごしください。潮の岬はどこなんだろうか、ここら辺なんですよね多分。今何時、うん、だから多分もう潮の岬は過ぎたんだ。もうあれが和歌山県です。紀伊山地かな、山が立っているのが分かります。紀伊山地、この付近といえば特急黒潮号がねバーッと走ってるところでして、つまり大阪はずーっとこっちになるかもな。うわ、なんか部屋出たところにですね、これ昨日は夜やってなかったんやけど、あ、朝オープンのフォワードサロンっていうのがあるわ。ちょっと行ってみる、ちょっと行ってみよう。すごい、あ、ほんまに前やこれ。フォワードということなんで、どんなもんなのか。すげえ、これすげえ。これあれですね、近鉄特急の桜ライナーぐらいのスピードで走っております。なかなかすごいわ。さあ、そしてなんで出てきたかというとですね、これからスペシャルな体験をすることができるんですね。なんとこちらプラネタリウムがね上映されるということで、船の中でねもう訳が分かんないんですけれども、これ楽しみたいと思います。これ満席っぽい。え、満席？
これが朝食や。時間がもう終わっちゃったんやな。結構寝てたな俺ら。おかゆセット安いな、450円。牛丼の牛丼プラス何かみたいな値段ですよ。モーニングセット、朝カレーセット、かけそば、かけうどん、昼食もこれすごくて、なかなか揃ってるようなラインナップが、うん、こんな感じで、夕食もすごい鹿児島とかやっぱ地域のこの通るね、沿線のものを、ね、ふんだんに使ってる印象ですね。これが、これあれか、スポーツジムはもう使えなくなってるのかな。で、知らない、プラネタリウムが見えないということでですね、本物の空を見に来ました。こちら昨日の夜はね、好天で入れなかったそのデッキです。6階のデッキ、うお、やばい、これやばい、うわ気持ちいい、やば、うわこう見ると早いな、これ早くないか、これすげえすげえ。どうです、速さ。え、これがデッキの後ろになります。こんな感じ、綺麗だな。そして左側、入りましょう。いやこれすごい。はい、ということでですね、朝風呂に入ってまいりまして、時刻が11時過ぎぐらい。またプラネタリウム行こうとしたらね、満員、どんだけ人気やねんという感じなんですけど、なんか船内でクロスワードみたいなのもあるんですよね。今やってますね、それを。どう、いい感じ。いやめちゃくちゃむずい。むずい。景品がなんかもらえたりするらしいですよ、抽選で。就航記念クロスワード、なんかたくさん問題があって、これ解いたらさ、船に詳しくなりそうじゃない。うん、結構ね。で、これどこ通ってるかっていうのはこんな感じで分かりやすい、ね、地図が出てるんですよ。もしおの岬を過ぎて、もうちょっとで四国やな、うん、徳島の南側を通るということになりますが、まずここが鳴門、大鳴門橋で、明石海峡大橋、ここが瀬戸大橋、しまなみ海道と3つブワーッと橋があります。瀬戸内海を通る船というのもあって、そうするとこの3つの橋をブワーッと通っていくことになるんですね。浜湯はこっち、ここを探られないぐらいのスピードで通っていきます。ずっと。もうちょっと四国の南やな。もう見ても全く何が何だか分かりません。あ、さっき風呂の中から見えたんですけど、姉妹船のね、昨日の夜に文字を出発したソレイユ号とすれ違いました。すんごいうるさくてね、ブワーンって向こうがなんか汽笛鳴らして、じゃあこっちも応答するようにブワーンって、そのブーンってサイレンがちょうどさ、大浴場の露天風呂の真上にあんの。だからうるさくてさ、みんなびっくりしてたよ。何がね、下のおっちゃんたちがすんごいドン引きしてたのに思い出しますが、そんな感じで、でもコミュニケーションもね、船同士取りまして進んでおります。なかなか快適。さあ、そしてあれからちょっとねゆっくりしてたんですが、時刻は12時です。何をするか、お昼ご飯を食べるんですが、ちょっと訳が違います。ただただレストランで食べるんじゃないんですね。昨日も言ったと思いますが、これから船の上でバーベキューやで、バーベキューやで。うお、すげえ、うおホットプレートが置いてある。わあ、ここに座ってバーベキューをすることができる、最高やなこれな。すごいわ。メニューはですね、こんな感じ。 BBQ メニュー、まあ、これ船の上で見られてるのが意味わかんないけど、1人前900円っていう非常にお手頃な価格で、こんな感じで追加することもできるみたいですね。野菜とかもちろんビールもあります。じゃ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 ん、えぐい、見てこれ、うお、船の上と思えない。こちらが肉の盛り合わせ、絶対うまいな。いただきましょう。これ塩だれでレモンでさっぱりいただきます。絶対うまいわ。ライスもいい、うまい、いけ、いい、うん、やばいわこれ。お塩はすぐ海ですから、考えられた。風が気持ちいいな、マジで。飯テロやわ、これは。うわ、いい匂い。うわ、匂い、匂い。いや、何もしてないけど、コークで乾杯ね。くつろいでるだけやけど。うわぁ、えぐいね。えぐいわ、これ。これ、もう後続いてったら、ね。そうだ、もう。あそこだ、うま。すごい。うわぁ。いただきます。骨付け、骨付け。
トウモロコシ。あ、わかってます。うまそう。いや、店内のいい匂いですよ。どう？辛い。普段のバーベキューで、うん、食べるよりもっとうまい。確かに。海のさ、匂いも少ししつつバーベキューの香ばしい匂いがするというね。黙々と撮るかいつもうカメラ忘れとるかいつ自分の世界に撮る。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バカバカ。いやー、良かったですね。良かった。ちょっと著作権的にあのいい感じにしといてください。おお、こんな感じ。よし、出よう。ということで映画を見てきました。見てる人気になってると思う。その揺れながら船の上で映画を見ることについてはどうでした？全然気にならなかった。全然気にならない。慣れるよな。だから僕はもうぐっすり寝てもただただいい昼寝をしました。良かった。シングをね、今回は見ました。電波がもうきしょいぐらい電波が通ってまして、どこにいるか。新宿嘘つけよお前ちょっと今どこにいるんだろう。じゃじゃん。お、これは土佐ですね。ということは、あ、鷲津岬やん。ちょうど今四国は高知県。さっきね、徳島から高知の方に行きますというふうに言いましたが、映画を見てる間に高知県四万十市のさらに南側、こちら鷲津岬のちょうど付近を走行しています。だからね、もうこっからもうちょっとしたら瀬戸内海に入るんですよ。これが今太平洋ですよね。四国をぐーっとこう回るようにして、これが九州になるわけです。だからもうあっという間だな。ほら、ここまで来てる。こっから、まあでも逆に言うとこっからさらにまだかかるということですよね。時刻は3時23分ということなんで、9時着なのでね、まだまだ6時間ぐらいをここからここまでの移動に要するということになります。だからこっからちょっと景色も変わってくるな。両サイドに四国と九州に挟まれて、だから波のね様子っていうのも変わるんじゃないでしょうか。ちょっとね、あいにくの好天で残念ながら、四国を見ることはできないかな。ただうっすら見えるな。見えるかな。映像ではちょっと微妙かもしれない。ただ四国をね確認することができます。電波もだから入ってるんだね、これ近いから。まあ、おそらく、あ、いい感じに今戻ってるけど、まあ、やっぱそうだ、沖ノ島ですね。地図を見る限りだとこの沖ノ島は高知県にあるように見えます。もう少し行くと愛媛県、ここからさらにぐるっと四国をこう囲い込むように瀬戸内海方面に走っていきます。さあ、そして時刻は17時になろうかというところですけど、ついにもう今瀬戸内海に入ろうかというところでして、四国のちょうど東側ですね。こうやってもう囲まれてますからね、波の穏やかさっていうのも確かにこことは違うのがより感じられていくと思います。ということで時刻は18時です。夜ご飯を食べに行きます。すごい超満員やな。並びました。ちょっとシャッとなるか。おお、すげえ。ハンバーグ、チキンナムあるやん。あ、レモンステーキある。とんかつもある。すげえ、九州名産やね、これ。めっちゃ種類多くね。めっちゃ多い。テイスターだったもんね。テイスターだったもんね。あー、煮豆腐。お酒もね、頼むことができます。じゃじゃじゃん。ということで届いた、僕が頼んだやつはこちら、鹿児島県産黒豚とんかつ定食ということで、すげえ、絶対の曲げたてのとんかつと、これはいいよ、味噌汁。そしてこちらも九州の黒豚の麻婆豆腐です。これ頼みすぎたかな。1200円と600円ということになっております。いただきます。うまい、うまいと、うまい、めっちゃうまいな。めちゃくちゃですよ。揚げたて、揚げたて、いただきます。うん、うまい。フライングでね、九州を満喫できるっていうのがいいですね。それからこの麻婆豆腐、絶対うまいでしょ。匂いも、お前黒豚が、ちょっと分かります、これがっつり入ってる。うまい。それから到着しました、こちら。これ何、これ。一緒に頼んだピザ。ピザうまそう。なんかシラスのピザ、独特の形してんな。シラスめっちゃ乗ってんよ。おー、シラスのせた。絶対うまい、これ。いただきます。うん、サクサクや。うまい。うん、
美味しい。こんな感じのもあるんやな。面白い。初めて見ました。気づいたなくなってた。ごちそうさまでございました。なんか僕だけ食うやつみたいになっちゃう。美味しかった。ちょっと待って。でもあれやな、5回ぐらい乗っても飽きひんな。メニューの数的に。ちょっと待って。海長いけど、まあ、ちょっと天候悪いけど。こんな感じで。もうね、夕暮れ。という感じで。なんか、お、虹よ。おお。僕たちを祝福するかのように。おお、虹だ。見えるわ。これがね、エモいということなんですよ。うわ、すげえ。今時刻は19時ということです。ちょうど太陽はあそこ。エモいな。ちょっと虹をバックに、あ、エモいわ。あ、これ思い出に残るわ。ほら、夕日に照らされております。もうだんだん暗くなってきてるね、こっちは。地図を見てみるとこんな感じ。もうね、瀬戸内海なんですよ。だから進行方向右側、あっちが本州。うわ、すげえ。本州で、こっち側に九州が見えるということですね。あっちからちょっとこう行くんやな、こう行くんや、これから。いやー、これいいわ。これホテルニューアワジの CM みたいね。あー、こんなでっかく見えるんやな。最後の風呂に行きましょう。3回目。昨日午前1時までやってたじゃないですか、風呂が。で、今日朝から8時までやってますよね。ただただロングステイ、なんかリゾートホテルに長期滞在してる気分です。6階、ただいまご利用いただいております。夜の風呂ですね。どんな感じの景色が見えるのか。風とかちょっと強そうだけど、とりあえず行ってきます。はい、ということで帰ってまいりました。お風呂最高やったな、うん、あれ見えてんの何？本州、山口とかだと。ちなみにですね、僕さっき初めてですね、全裸の状態で視聴者の方に話しかけていただきました。本当にありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。話しててね、景色見ながら綺麗ですねみたいな感じで。あと約60分ほどの米国の21時午後9時頃、沈没事故を入港を予定いたしております。本船浜行は現在沈没事故を航海を航行いたしております。もうちょっとやね。もうあとちょっとでね、到着ということで、皆さん準備をし始めてる感じなんですが、20時34分今見えてるこのなんか光がね、プーって走ってるやん、これ、うん、これ北九州空港に至る連絡橋ですね。で、この右側、これが北九州空港へ。昨日の23時45分に出港したこの船は、本当に九州瀬戸内海ですね。これどう行くかというと、こっからもうこんな感じでかいんでね、だいぶ時間がかかるんですね。時刻はあと24分ありますが、もうこんな感じ。こっからキュッと曲がったところが新門司港フェリーターミナルというところで終着です。使用時間は約22時間。でも方向転換したりするんでね、だいぶスピードも弱まってるな、これな。回ってる、今旋回してるな。50キロとかそういうスピードでは走ってないですね。もうゆっくりと。あれ東横インやん、あれ東横イン。これ見て見て見て、ほら東横インですよ、これ絶対に。ほら東横インや目立つなこれ。ここにね、しっかりと東横インがあるからね、答え合わせ完了やこれおお、すげえすげえすげえ。ありだ、港連絡通路見えた。昨晩神奈川の横須賀で見た全く一緒の構造物が見えます。おー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 、すごい違和感がすごい。なんかずっと大海原やったから。見えました、すげえすげえ。昨日の23時45分に見た全く同じ構造物だ。これは車とかトラックを搬入する。すごいね。これこのままやったら面白くない？ここバーって暴走したら海にダイブやで、このまま行ったら船に乗り入れることができるようになってるんですね。こんな感じ、すげえ。どうも、まあこんな感じでちゃんと柵があって、これがバタンと倒れて船とつながる形になります。いやー、もう着いちゃったよ、早っ。幸福するとあっという間でしたが、ただ一日中僕今日この船乗ってたんですからね、時間感覚がおかしくなりそうです。こちらがこの新門司フェリーターミナルの駅舎っていうのかな、駅舎ではないな、フェリーなんていうの、港難しいな、乗り降り場ですねだめだ、鉄道が出てしまう。ちなみにこの船はこの港に到着後約2時間で再び引き返します。また横須賀まで向かうということです。すごいハードスケジュール。この大きな船内をね、まあ、清掃とか次の航海に向けて準備するっていうのはすごいですよね、まあ、新幹線とかも東京駅とかで7分間とかでもうパーって掃除したりしますけれども、
なかなか大変な作業を経て、僕たちもね、横須賀から出港していたんだなと思うものです。東京九州フェリー、これにてまずは無事に終着の新文字フェリーターミナルに到着です。まあでもね、これ残念ながらじゃないんですけど、22時間ね、今回乗ってますが、全然第1弾にしか過ぎません。日本一周しないといけないんで、まだちょっと行っただけなんですよこれからあと何便もフェリーを乗り継いでいくということになりまして、これはすごいよ。まずだから今回太平洋瀬戸内海っていうのを乗りましたが、次は瀬戸内海を本当にずっと行く。だから景色最高なんよね。瀬戸大橋、明石海峡橋、しまなみ海道とかもうすごいくぐりながら行くっていう。で、後の方になると日本海側とかもね、行きますから、なかなかたくさんの景色が見られると思います。そしてこれからあともう10分後には僕たちがくぐっているであろう連絡通路、デッキからこれがウィーンとこう自動で引き上げていく。これがだから伸びていくんでしょうね。これ非常に新しい綺麗な構造物です。これから多分乗船される方でしょうね。たくさんお客さんが集っております。この車が入っていくのかな、船の中に、わかりませんけど、フラッグ等もね、何台か準備しているのがわかります。こっからが駅までってのはちょっと遠いんですよね。ただ無料の送迎バスっていうのが出ていて、門司駅、それから小倉駅までつながっています。いやーすごい、ありがとうございました。ついに、いやまだ陸地ではないが、ただ船から、いやこんなでっかい船乗ってたんだな、えぐいな。下船です。いやこれはすごい、おー、浜遊歩、今回はねこちらに乗りました。これから今止まってますバスに乗って、とりあえずねすぐ出発しちゃうんで、小倉駅まで行ってからこの第1話終わりということになります。ということで、はい、九州上陸でございます。いやー長かったですけれども、22時間ほどしかまだ経っておりません、はい、移動距離は980キロ、はい、ということで、とりあえずそう今日は夜なんでね、こっから出る船っていうのはちょっとないので、一回ここで寝てですね、はい、明日また、フェリーで泊まるというところで、次は瀬戸内海のフェリーになります。大阪まで行くフェリーになるんで、ぜひぜひですねこれから連載していきますんで、はい、第2話からは西園寺トラベルの方で、この旅行チャンネルの方で上げていきますんで、リンクの方を概要欄にしっかりと貼っておきますんで、よろしくお願いいたします。これまず地元のね食べ物とか楽しみながら日本一周できたらいいかなというふうに思ってるんで、はい、よろしくお願いいたします。それで日本一周第1話はねここまでということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。